平川助弘でございます。今日は皆さんお集まりくださいましてどうもありがとうございました。座らせていただいてよろしいですか。私はダンテの新曲と牧歌町デカメの訳しまして、それでまあその2つの関係ですね、それは意外に関係があるんだっていうことを大切にも書きまして、それが面白いということをおっしゃる方何人もいらっしゃいました。で1321年にダンテ56歳で死んだわけですが、その時牧歌町は8歳だったんです。で日本史でいうと後醍醐天皇の御代で、建武の中興は1334年です。で政治家で詩人で、そして信仰心の扱ったダンテと商人で散文作家、小説家、そして坊さんを揶揄することの大好きだった牧歌町とは、その同郷人のまあその48年違いですか、同時代作家として共通する点もありましたけど、まあ、違う点も多かったわけですね。で日本人で、私柳原忠夫っていう人が先生だった時に登壇したもんなんですが、ダンテは尊敬するけども、牧歌町は抱きすべきものだっていう、で、まあ、日本にはそういう見方多かったんで、それでね、今日はそれじゃあそのダンテは偉いことになってて、牧歌町ってのは軽蔑すべきってなってますけど、多宗教や多人種への寛容という問題を取り上げてみると、その地中海世界における政治秩序やその平和共存について一体二人はどう考えていたのか、どっちの考え方の方がまともなのか、そういうお話をしたいと思っております。でダンテはその、時代都市国家の時代なんですね。でフィレンツェというのはまあイタリアで一番進んだ豊かな国であった。イタリアだけでなくて西ヨーロッパで一番進んでいた国なんですね。でそこのバチカン駐殺大使になった。でというのはバチカンというのは一番当時は外交交渉の相手として大事ですから、1265年に生まれてますから1300年、35歳の時に、まあ、国務大臣級の人にすでになっていて、それでバチカン駐殺の大使を務めた。ところが1301年にフィレンツェでクーデターが発生するんですね。でそれで祖国を追放されてしまった。でまあ公金を飛翔したとかなんとかでフィレンツェ帰ってきて裁判所に出頭しようとか言うけど嫌だとか言って、それ出頭しないと今度はフィレンツェに帰ってきたら死刑にするとか。でそのうちにクーデターに勝った方が負けるだろうと思っていたから、まあ、そういう態度に出たんでしょうが、まあ、才能に恵まれた人であるだけにそのような仕打ちに対する非常な憤りを抱いたわけですね。祖国フィレンツェを非常に深い愛着を持っていたから、多面では現体制に対して、まあ、憤りは一段と激しかった人で、でそのアンビバレンスがあるわけで、愛憎併存で、それが新曲の中に一貫して流れてるんですね。ですからフィレンツェの現状に対する不満が、欲求不満が激しいだけに、その祖国を理想化した姿を過去に求めたわけで、皆様今日ハンドアウトをお持ちだろうと思うんですが、これがないといけませんですよ。大丈夫ですね。でそうしますと祖国をどういうふうに理想化したかって言いますとね、その自分の祖父の祖父にあたる人が活着位だと言いまして、その人が天国に上がってるということになってるんですね。200年前の12世紀の頃のフィレンツェ、その風俗を物語るんですが、それはまあ何でしょうか、今日の自堕落な生活との対比において過去の質朴な素朴な生活を浮き立たせた。で日本語でも京都を何て言いますか、京の都というとこうみやびやかな五感が漂いますが、イタリア語でもフィレンツェっていうだけじゃなくて
フィオレンザって言いますとね、これはなんかフィオレってのはイタリア語で花ですが、ある趣が生ずるわけであります。それでなんでイタリアがの中でフィレンツェがそんなに栄えたかというと、羊毛産業のおかげなんですね。でそうすると、じゃあその栄える前の西暦1100年頃、その時代のフィレンツェはどんな都であったかっていうと、ダンテの祖父なる人は火星天ってところにいるんですが、そこでこう物語った、ね、それがハンドアウトの1であります。授業だと私みんなに当てるんだけど顔見知りもいたんで当てるだとさっき脅かしましたが、じゃあ1位いきますよ。フィオレンツァは古い城壁の中で平和で地味で低潔だった。その城壁の上では今でも9時と3時に鐘が鳴る。腕輪や頭飾りが流行る以前のことだった。革の靴もなく衣装ばかりが目立つような、そんな帯を締める女もいなかった。娘が生まれたからといって父親が狼狽するようなことは当時はまだなく、結婚の年齢も離散金の額も節度を超えるようなことはなかった。女の子が立て続けに3人も生まれるともう大変だっていうことになるわけですね。で家族が住み切れぬほど大きな屋敷はまだなかったし、寝屋のうちですることを見せ物にするような公職の風も風靡していなかった。でこの最後のことは、これは結局12世紀のことっていうよりも現状批判でありまして、でこのそのダンテとね、よく親しく交際した人はジョットで、ジョットが描いてる絵に当時のフィレンツェのことはちょっとこの背景の方に分かりますが、でその子の衣装が質朴であったといえば質朴なんでしょうが、だんだんフィレンツェは豪奢を競うようになり、娘が10歳を過ぎれば父親はもう婿探しをして持参金の問題に頭を悩まさなければならなかった。でネアの、うちですることを見せ物にするというのが、これがその、セクシャルインターコースなんてことでありまして、それこそダンテより半世紀遅れて登場したボッカッチョのデカメロンの世界の一端を示すものであります。昔はデカメロンを女子大学で話なんてするというか、先生がクビになったんじゃないですか。で近頃は変な話でありましてね、男子学生にデカメロンを組して女子学生に話をしないと先生訴えられますよと、そこで川出の木村さんにさっき言われたんですが、そういう時代になりました。昔に比べると日本も堕落したでそれでですね、その昔200年前のフィレンツェはどうであったかっていうのがその2でありまして、その次ハンドアウトしたのね。でベルリンチオンベルティが皮と骨の服をまとって行くのを私は見た。きれいにしてないって言うんですね。まだ皮に骨がぶら下がってるって言うんですね。そして兄弟の前から彼の夫人が化粧もせずに出てくるのも私は見た。ネルリ家の当主もベッキオ家の当主も毛のない荒皮の服を着て満足し、その家の女たちはつむとつむざを食っていた。ああ幸せな女たちよ、あの頃は死ねば必ず墓にうずめてもらえた。主人がフランスへ行ったきりで固形に捨てられた女だと一人も言わしなかった。で主人が、フランスへ行って、それでそのパリの女に孕ませてしまった。それで生まれたのがボッカッチョだっていうことになってるんですね。でこの伝説はずっと西ヨーロッパで盛んだったんですが、近頃はそうではなくて、トスカーナであんまり身分の高くない女に産ませたんだっていうふうになりました。でフランスとイタリアっていうのは非常に交易が盛んで、デカメロンを読みますとフランスとイタリアにまたがった話がたくさん出てきます。イタリアとドイツにまたがった話は出てきません。
的なドイツというのは野蛮国で後進国で話題にもならないんですね。ダンテの神曲でもドイツは話題になりませんです。で、例えば、アシジのフランチェスコですね。なんでフランチェスコって言ったかというと、あれも父親がフランス行った間に生まれたから、それでフランチェスコとした、そういうことになっております。で、ダンテは何を理想にしているかというと、農業や牧畜本位の過去の生活に理想を求めていたわけで、でそれで200年前の健全な家庭を次のように歌いました。3、ある女は夜な夜なゆりかごの世話を焼いた。赤ん坊が初めて口を聞くと両親は大喜びだが、その子供言葉を使って女は赤子をあやしていた。ある女は何ですか、森竿から糸を繰りながら家の者にトロイアの兵士の話やフィエゾレやローマの話をして聞かせた。フィレンツェにいらした方多いと思いますが、フィレンツェの郊外にフィエゾレの丘ありますね。日本のイタリア語ってのは怪しいもんで、つい1000年までフィエゾーレって書いてたんですね。東京大学なんていうのもいい加減な大学で、ルネサンスの大家っていう方、普通なんかにいらっしゃいました、美術史もいらっしゃいましたけど、イタリアパードバっていうんですけど、パドーバなんてね、そんな書き方平気でした、つい1000年まで。で、そういう悪口言っちゃいけないんですか。日本で言えば桃太郎や大黒様に当たるような話を女たちが幼子たちに向かって話して聞かせていた。そのような前人のいた時代を懐かしんで、ダンテの祖父に当たる人は自分の生まれた時の話や身の上を物語った。母親が陣痛の苦しみの中でマリアの皆を唱えると、マリアのお助けがあって、それで自分が無事に生まれた。そして自分が洗礼を受けたお堂は今も20世紀の今も現存するフィレンツェの花のサンタマリア寺の向かいにあるバティステーロであります。皆さんフィレンツェで行くと花のサンタマリア寺っていうのは、これはブルネレスキが作ったものでダンテのことはありませんでしたが、その向かいのバティステーロ、ね、洗礼堂ですね、あそこはダンテの時からあったんです。でダンテがその洗礼堂の鉢を一つ割ったってことも新曲の中に出てます。それは洗礼させようとした子供が溺れかかったんで、その洗礼板の上にダンテが乗ったら鉢が割れてしまった。だけどダンテを非難する側としてはね、これぐらいいい材料がなかったんだろうと思います。で4下、あのように落ち着いた美しい市民の暮らし、あのように信頼に満ちた社会、あのような楽しい宿り、そこに陣痛のうめきに皆を呼ばれたマリアが私を授けてくださった。お前たちの古い洗礼堂でキリスト者の洗礼を受け、カッチャグイダと名を呼ばれた、ね、でね、じゃあなぜこのカッチャグイダが火星天にいるか。皆さんダンテの新曲を読みになると地獄編は面白いから絶対読めますですね。煉獄編の5巻までは面白いと思いますね。でね、煉獄編もまだ読めるんです。で天国編行くとね、にわかに退屈するんです。でこれは私もう何十回も教えましたから、要するに人間怖いもの見たさね、柳原沙夫先生が世が尊敬する人物って書いたけど、世が軽蔑する人物って書いたらもっと売れたかもしれないねっていうのがある。まあそういうのと同じで、天国編っていうのは悪いやつがいないとつまんないんですね。でその天国ってのはどういうのかっていうと、地上から飛び立ちまして、で月星天、月へまずいて、それから水星天、それから金星天、それから太陽天、火星天、木星天、それから土星天、恒星天、原動天、始皇天と、そういう10点に上がっていく、それが天国の旅であります。その天国編の中で比較的面白いのがこの
火星点にいる活着イダの話で、なぜ火星点にいるかというと、火星はマースですね、英語でもね。で、あのマウスの神っていうのは武の神様でありまして、それであの活着イダはその十字軍って言いますか、あのに参加して戦死した、殉教した。だからそれで火星天という天国の平安に達したのだ、そういうことになっております。でそれが5に書いてあります。後に私はクラード皇帝の帰還に馳せ参じ、皇帝により騎士の位に寄せられた。それほどまでに帝は私の武勲を読みせられたのだ。私は皇帝に従ってあの邪悪の法と戦った。彼らは法王の桁につけ込んで、お前たちに当然所属する土地を不法にも占拠していたのだ。だがその地で私は老烈な民の手にかかって、この偽りの世の絆を絶たれた。この執着に迷っている魂は数多いが、私は殉教者としてこの火星天の平安に達した。で、あのダンテがあのカチャグイダの口を借りて非難する邪悪な法とは、それがイスラム教であります。で、老烈の民はイスラム教徒で、すなわちサラセン人で、そしてダンテが新曲の中で法王ボニファチオ八世、ボニファキウス八世、それを難聴する理由の一つは、法王がイスラム教徒を征伐するので、征伐するために十字軍を起こさないで内戦に明け暮れしていた、だからけしからんと。で、祖父の祖父はの時代に、そのイスラム教徒から奪取した均等の都市は13世紀ですね。ダンテは1265年に参りましたが、その13世紀を通してイスラム教徒の勢力によって次々に奪回されました。ですから聖地における、エルサレムにおけるキリスト教勢力の最後の拠点であったシリアのアクラ、それも1291年ついにイスラム教徒の手中に陥ります。で、その時26歳であったダンテはキリスト者として危機意識も抱いたわけでしょう。しかし法王ボニファチオ八世は新しいパリサイ人の長として、ひたすら自己の権力拡充に専念していた。それですから、これは新曲地獄編27か85行以下ですが、それが6なんですね。新しいパリサイ人の長はローマ近郊のラテラーノの近くで戦をしていた。相手はサラセン人でもユダヤ人でもない、敵は皆キリスト教徒なのだ。アクラを奪取したイスラム教徒でも、イスラム教徒に武器を売り込んだユダヤ商人でもないと、ね。で、もう憤懣やる方ないわけですね。で、法王が先頭に立ってキリスト教徒同士の内紛を起こすとは何事だ。戦うならサラセン人を敵にせよ、ユダヤ人を敵にせよ、あるいはイスラム教徒に武器を売り込む死の商人を敵とせよと。まあダンテの特徴っていうのは正義感ですね。正義感の爆発、目を怒らせてこのように鬱憤を神職の中に晴らして出陣を張っていたわけであります。このように高らかに叫ぶ人が、まあ、風俗の、堕落大敗を憎みのにあって今なお十字軍の正義を説く、それがダンテ・アリギエリの姿でありました。このダンテを素晴らしいとお感じになる方もここにもいらっしゃるだろうと思います。しかし日本人はね、西洋人キリスト教徒でありませんから、その柳原先生とか、その藤井武先生とか、まあ、そういう方はともかくとして、我々はちょっと今疑問を抱き始めているところではないんでしょうか。それが日本から見る西洋文明批判になりるのではないかと私は思うんです。で、要するに時代は十字軍の時代でありました。で、十字軍思想というのは、ダンテはまあその思想の
支持者でありまして、正統的な不寛容な思想の持ち主でした。で、それはいかにもキリスト教詩人と呼ばれるにふさわしい呵責ない態度であります。しかし昔も今も教情や心情と現実の間にはギャップがございます。で、事実問題としての十字軍編成には男性的な側面もあれば女性的な理念もありました。で、十字軍に殿様が出征すると奥様一人残ってるんですね。そこへなんか立ち寄る男、それを描くのはボッカッチョの方でありまして、皆さんもひょっとしてそちらの方をお好きなんじゃないかとも心配してるんですが、ね、日本では出征兵士の留守の妻のところへ何とか行ったっていう、そういう話あんまり出ないですけど、フランス文学には多いですね。で、十字軍遠征には男性的な側面はあるけど、その女性的な側面を歌ったのがこの7のこれリナルド・アクイーノと書きましたが、これはトマス・アクイナス神学大全のそれの親戚なんですね。で、ダンテはその俗語論の中でこのリナルド・アクイーノを非常に高く評価しておりますが、そこに十字軍兵士の妻の歌というのが、本人は男ですが、出征する兵士の妻あるいは恋人の立場に身を置いて次のような心境を祈りとともに歌いました。それが七ですね。心は一向慰みませぬ、気持ちも一向晴れませぬ、船は港に勢ぞろい、白帆を張って勢ぞろい、優しい人は行きまする、海の彼方へ行きまする、心悲しや痛ましや、わらわはさてさて何しょうぞ、よその国差し行きまする、何も告げずに行きまする、わらわは一人残されて捨てられてつれつくため息に、心を破る者を思い、よもひもけじめあらばこそ、雨土は広しといえどわらわの身、身の置きどころとてなき思い、ああ清く尊き神様よ、マリアの御子の神様よ、愛する人の身の上を何かとなく見損なわせ、君ゆえに笑おうさりしあの人を、糸高き異武堂々の道からよ、愛する人の身の上を何かとなく見損なわせ、まあこういう歌なんですね。でね、日本にも昔からこの種類の歌はございまして、実はこの歌も非常に長いんですけど、今端折ってご説明いたしました。でね、日本にもこういうのがあるんだっていうのを、それ左の真ん中の八ってところに万葉集の牧野十四ですか、そこにある先堀の歌からちょっと弾いてみました。八、先森に立ちし朝けのかなと殿に、束なれ惜しみ泣きしこらあも、ね、人間感情のほとばしりっていうのは極めて率直に歌われてるわけで、かなとは角と同じであります。束なれは手が離れることで、別れに際して日本の古代の人々をやはり手を握って別れを惜しんだのでした。で、訓命を帯びて変度の防衛に行くとき、その別れは辛く悲しいけれども、これ斎藤茂吉が批評してますが、この気持ちもまた真実であると同時に、大君のへにこそしなめ、ね、っていう、そういう決意もまたそれなりに真実だったんだろうと思います。で、牧野二十にも句に書きました。大君の御事をかしこみいでくれば、わぬ取り付きって言いしこなわも、ね、この子は娘から女の子なんでしょうね。出征に際して俺に取りすがった声を発した娘もいた、ね、で、コロハモはコナハモをなわった表現なのだそうです。でね、その14世紀のフィレンツェの読み人知らずの歌にもその別離の歌がございました。華麗なルネサンスの絵画のように歌われていて、
1200年代、失礼、1300年代には王朝がアビニョンにありまして、ですからそのイタリアに出征するとき、エルサレムの方行った、そうした十字軍もありましたが、ここではアビニョンに向かって出征するんですね、イタリアからね。で、シモーネ・マルティーニなんていう画家もアビニョンで仕事をしておりました。10、君はアブミをしかと取り、俺は蔵の上打ちまたぐ、槍をは君が差し出せば、俺は門出に口づける、君は刀を手渡して俺の白車を締め直す、俺の兜の尾を結ぶ、君に恋をば打ち明けて君と別れを惜しもうよ、俺は目指すよアビニョンへ、アビニョンサーにフランスへ、誉れを盾に進もうよ、槍の手並みを示す時は君を愛して振ろうよ、戦に死するその時は君の誉れに倒れようよ、新妻は嘆くがよいぞ、うちの人は死んでしもうた、生娘は嘆くがよいぞ、死んでしもうた愛ゆえに、御家たちも嘆くがよいぞ、名誉なことをわらわのためにしてくれた、ではどこへ埋めようぞ、花開くサンタマリア寺、では何で埋めようぞ、花開くスミレ白バラ赤バラです、ね。まあ、こんな騎士道の世界って言いますか、そういう歌もございました。でね、まあ十字軍の話すると長くなりますが、ジュアンヴィルなんてフランスの歴史家の話を十字軍のこと語ってましてね、それでまあエジプトまで攻めていってナイルの河口でイスラムの方が武器は結構進歩してるんです、火薬なんか使って、で負けてしまうんですね。でもまあ捕虜になると、陸兵に捕まるよりあっち の海軍に捕まった方が捕虜になっても一緒に暮らせんじゃないからって、そういう打算をやってましてね。そうすると、いや絶対ここで死ねば天国へ行けるんだからって、そう言い張る価値観なんかもいるんですが、まあフランスのルイをはじめ捕虜になってしまって、そうすると牧歌帳の出番っていうのは何かっていうと、どれだけ身の代金を払って取り返すかっていう話なんですね。そういう計算なんです。ダンテの計算っていうのは、現世でどういう生活をすると天国あるいは地獄のどこへ行けるかっていう、そういう計算をしますが、僕たちはそういう時にこの人偉いからいくら払えば取り返せるかとかね、でそういうんで商人ですから取引をやってるわけですね。でその辺も非常にダンテと牧歌帳違うところであります。でね、それでまあまあ、占領地の返還とかそういう、ルイ9世が何ですかエジプトのダミエットからキリスト教勢力が撤収するという条件で、それでルイ9世は釈放された、そんなことは書いてありますですね。でね、そうすると牧歌帳はこう人間の良さも悪さも知り尽くして、その上で滑稽な話、あれ深い話、また不思議な話、もう炎症だも書いてるわけで、自分でも笑い、人も笑わせる、まあ、人間性の豊かな人でした。でもね、私デカメロンをね、あるこうなんですか、大変立派なご婦人が川出でアルバイトしてらして、それでまあ構成見てくださったんですけど、どうもその構成を見ていただいてからその方にお会いするとちょっと気まずい感じはもしありますですね。ね、やっぱり男と女と同じってもんじゃないんじゃないかと思いますね。私今荻窪の読売カルチャーセンターってところでずっと教えてるんですが、最初そのダンテとボッカッチョってね、だけどそれでそういう題を抱えたもんですから、それでデカメラの翻訳始めて教材にしようとしたんですけど、でも女性 のご婦人の方が聴講生多いもんですから、だんだんダンテばかしやってて、それで
ダンテ新曲講義っていうのはそこで1年間講義したのを本にして、まあ、その中にところどころデカメロンの話も入れてありますけど、もうデカメロンを真正面から取り上げて、やっぱり講義しないってこれ人間の普通じゃないですか。昔アメリカのホワイトハウスでね、男女平等に反するって騒いだ女性がいましてね、それ何が違うかっていうとね、男性と女性の便所別にしてあるのけしからんって騒いでる。やっぱりそれはおかしいんだろうと思いますがね。そしたら単に男性と女性の便所が別であるだけじゃなくて、女性の便所の方がなんか遠くの隅の方にあって、歩く距離が長いからそれが不愉快だとか、まあ、そういったっていうんですけど、どんなもんですか。カーター大統領が選挙に負けたのはロサリンっていうのが、あれが奥さんがいろいろしゃしゃい出たから、それが実は落ちた最大の理由だっていう、そんな話も出てまして、やっぱり男と女と違って、こう法律的な平等と生理的な平等っていうのは勘違いする人多くてね、まあ訴え言ってるとあいけない、今日のなんか録音されるそうですからここがやっぱり取り消しですだいたい本論と関係ないじゃないですか、ね、で、で、さて、異教徒に対するダンテのイデオローグとしての呵責ない正義の主張を読んだ後で、それで牧歌地を読んでみますとね、非常にもう革命的な感じ受けますね。これだけ違うものかってね。牧歌地は1313年に生まれたんですが、その時ダンテ48歳です。で、先ほど言いました十字軍のことが書いてあるジョアン・ビュールっていうのは88歳でまだ存命していました。それでジョアン・ビュールが書いたのは、要するに戦死して天国行こうって言ったら、いやいや降参しましょうって、それが多数になった時に、それが近代の始まりだっていう、そういう説を出す方もいらっしゃいましたね。ナイル川の河口での戦闘ですよ。でね、それで結局、まあ、莫大な身代金の支払いということになるわけです。で、今日はこれから読みます牧歌地の3つの指輪というのは、まあ、そのような歴史的、葛藤、それの事実に基づく相対主義的な見方ですね。後年の北方のプロテスタントの側からすれば、小賢しいイタリア人のずるさと見られるかもしれませんが、どうやってイスラム教徒とユダヤ教徒とキリスト教徒と平和共存するか、それのそのモードスビベンディといいますか、ね、どうやって実際問題として一緒に共存するか、でそんなのは信仰の見地から言えば論理的に守備一貫していないだろうとかね、そういうリゴリズムっていうのがあるわけですけど、大体そういうゴリゴリの思想っていうのはどっかおかしいん で本人の思い上がりかなんかなので、北方の人の思い上がりでね、で後に北方の人々はダンテの200年のうちに宗教革命を起こしてローマの法庁を糾弾いたしますが、我々日本人が習う西洋史っていうのはドイツ史学の影響を受けていまして、非常にプロテスタント側の見方が強いんですね。宗教改革が起こって、その後でイタリアのトレントっていうところで公会議が開かれます、カトリック側のね。でそれイタリア語でトレントっていうんですけど、トリエントって西洋史の教科書にしばしば書いてある。それは要するにドイツ語読みなんですよ。だからそうするとなんかマルティン・ルーターは偉いとか、そういう北方の見方が非常に強いんですが、それで果たしていいことかどうか。で結局宗教改革というと美しく聞こえますが、それから宗教戦争が起こって、ね、血で血を洗う戦いがあって、で
あの寛容トレランスっていうのはこれキリスト教の中から出てきたっていうと、キリスト教の教義の中から出てきたわけじゃないんです。で、あの18世紀になってその異教の共存、それをあの認めるようになってきた時に、その先輩としてボッカッチョの存在を高く評価したのはドイツの劇作家レッシングで、レッシングはそのボッカッチョの、 あの3つの指輪というのにインスピレーションを得るんですが、まあ、その話をするより先にその3つの指輪ってやっぱり非常に短いから、あの読んでみようと思います。そうですね、そのね、じゃああのダンテの側のねイスラムに対する態度、それをあのまず右の上のところにあの11って書いてありますね。あのダンテ地獄編第28課ですが、これを読んでみようと思います。あのね、西暦2000年にロンドンのタイムズの文芸フロークで西洋の有名な文芸評論家にアンケートを取りましてね、過去1000年の西洋文学の最大の傑作は何か、しかも圧倒的にダンテの新曲だったんだよね。で、あの私はあの何ですか、40数年前にダンテの新曲訳した人間ですから、まあ、そういう結果で言うと嬉しいんですけど、だけど本当にこれでいいのかなっていう気持ちはあるんですね。で、なぜそういう気持ちになるかというと、それがあのこの、地獄編第28課なんです。ちょっと読んでみます。タガの外れた酒樽にしても、私が見た男ほど真っ二つに割れてはいなかった。彼は音外から塀を切るところまで避けているのだ。肛門と言わずにわざと塀を切るところまで避けている。足の間には大腸がぶら下がり、飲み込んだ食い物をクソにする不潔な胃袋や腹綿も見えた。私が夢中になって彼を見つめていると、彼も私を見返し両の手で胸の傷口を開いて叫んだ。ダンテがベルギリウスに案内されて地獄の底の方へ近づいてきた、ね、そうしたらそこに高値の外れた酒樽にしても、これほど真っ二つに割れていない男がいたって言うんですね。それがね、こう言った。さあ俺が俺の体をどうやって引き裂くか見ておけ。めった切りにされたマホメットがどのようなざまか見ておけ。俺の前を泣きながら行くのはアリーだ。アリーっていうのはダン、あのマホメットの女性であります、婿であります。音外から額の髪の生え際まで顔を真っ二つに割られている。自分は顎の先から肛門まで真っ二つに切られている。アリーは音外から顔の髪の生え際まで顔を真っ二つに割られている。この二人でもって完全に上から下まで割れちまった。分裂分派が成り立った。で、ダンテはイスラム教というのはキリスト教の分派である、そういうふうに思ったんですね。で、分裂分派をこととした人間は地獄で分裂分派にふさわしい真っ二つに割られる刑に処せられてるから、こういうふうになってるわけね。お前がここで見かけるやつは皆生前中傷をこととし分裂禍根の種をまいた。だからこんな風に割られている。鬼が一匹この後ろに控えているが、そいつが俺たちがこの苦痛の道を一回りするたびごとに、この一軍の一人一人に剣の刃で大股当てて残酷無残な化粧をする。ね、一回りしてあの真ん中の段の真ん中あたりですよ、一回りして鬼の前に差し掛かるまでに傷口は皆閉じてしまうからだ。だがそこの岩の上で
腹面を突き出しているお前は誰だ。白状して判決を受けた者のその刑罰を受けに行くのをさては渋っているのか、うん、そういうふうにマホメットが地獄を見物して回っているダンテに向かって呼びかけたというんですね。イスラム教徒にとってはこれとても読むに耐えないですから、アラビア語に新曲が訳されていますけれども、地獄編の28課だけは訳が入っていないんです。そうしますとね、じゃあ牧歌帳の方はどういうふうな扱いをしたかって言いますと、その次にちょっと書いてありますが、サランディンが登場するんですね。でダンテの神曲でもサランディンっていうのは地獄落ちではありますが、罪は受けてない、罰はされていないんですね。アリストテレスとかそういうのと同じ位置にいます。それだけ西ヨーロッパの側でも評判の高かったスルタンといいますか、イスラム海峡の王様であります。でサーディンは元無名の男だったが、その豪遊でバビアンの君主サルタンとなったばかりか、サーセン王いやキリスト教国の王を次々と打ち破って格格たる武功を出した。しかし多くの戦いと豪勢な生活で自分の財力をことごとく使い果たしてしまった。その時事件が持ち上がり、結構な金額が必要となった。さてどこからその金を急いで取り立てることができるか見当がつかない。その時大金持ちのユダヤ人でメルキゼデックという大商人がいることを思い出した。この男はアレクサンドリアの町で高利貸しを営んでいる。この男が承知してくれるなら拉致が悪、これは役に立つとは思ったが、何しろ欲得づくの商人だから自分から御用立てしようとはとても言い出しそうにない。さればといって力ずくで取り立てることはしたくない。しかし必要に迫られてどうかしてメルキゼデックを自分の役に立てようと思い、もっともらしい口実をつけて男に迫ることとした。宮中にユダヤ人を呼び出すと親しげに出迎え、自分の脇に座らせこう切り出した。何人もの人から聞きましたが、貴君は大変賢くて神様のことにかけても深い知識を持ちとのこと。それでぜひ貴君に伺いたい。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の3つの法の中で、貴君は、左のページの真ん中の上ですね、貴君はどれを一番真実の法とお考えになりますか。メルキゼデクは誠に賢い男であったから、さてはサラディンは自分が迂闊な答えをしたら、言葉尻を捉えて自分を引っ掛けるつもりだなとすぐに見て取った。そして3つの宗教のどれか一つを特に褒めてはならぬぞ、一つを貶めて一つを褒めたら相手の思うつぼにはまってしまうぞと考えた。それで揚げ足を捉えぬようにと頭を鋭く働かせ、次のような言い分を考えた。陛下のご質問は誠に結構なお尋ねでございます。それについて私が思いますことを述べますために一つお話を申しますからお聞きください。記憶に誤りがなければ何度も耳にしましたが、昔大金持ちがいた。家宝としていろいろ大切な宝石を持っていたが、一つ立派な際立って美しい指輪があった。これだけは美しさといい格別の宝である。永久に我が家の子孫に家宝として伝えたいと思い、自分の息子たちの中で自分からこの指輪を遺贈された者が自分の後継者として家を継ぎ、他の者はその息子を家長と目して尊敬し服従せねばならぬという家計を定めた。そしてその息子から指輪を遺贈された者も子孫たちに対して、先代が
自分に対して出したと同様の掟を守った。それでこの指輪は何代もの間次々と伝わった。こうして家宝はある子孫の手に伝わった。その男には三人息子がいたが、揃いも揃って美しく優しく賢い息子である。それだから男は三人の息子を等しく愛した。息子たちは指輪にまつわる家の掟を承知していたから、皆自分こそその名誉に扱いたいと思い、それぞれ父親に言葉巧みに願い出た。父上はもうお年ですが、どうか家宝の指輪は自分に残してくださいませと懇願したのである。真ん中の段ね。父親はなかなかしっかりしたもので、息子たちをえこひいきせず全員等しく愛したが、さて自分でも三人の誰を跡取りにしたらよいかわからない。それでせがまれてどの子にもお前に指輪を譲ると約束してしまった。それで息子たちみんなを喜ばせようと思い、密かに名工を呼んでそっくりの指輪を2つ作らせた。それが見事な出来栄えでこしらえさせた本人も区別がつかなくなったほどである。式が近づくと父親は息子の一人一人に指輪を与えた。父の死後、自分こそが父の名誉ある遺産相続人だと3人とも名乗り出た。互いに相手の言い分を退け、その証拠として自分は指輪をはめている、これが証拠だと言い張った。しかしその3つの指輪がいかにも似たり寄ったりなので、どれが本物だかわからない。それで裁判沙汰となり、その訴訟騒ぎは今なお続いているという。陛下とユダヤ商人は話を続けた。先刻ボカモンがありました。父なる神から3つの民に授けられた3つの法についても同様にお答えしたく存じます。皆自分こそが父なる神の正当な相続人であると思っております。自分こそが真の法の所有者、自分こそが真の戒律を神から直接授かったものと思い込んでおります。しかし左の上ですね、三者の誰が本当に授かったのか、それは指輪の場合と同様未だに解決されていないのでございます。サラディンは自分が相手の足元に仕掛けた罠をメルキゼデックがものの見事にかわしたことを見て取った。そこで率直に自分が必要としているものについて打ち明けた。そして自分に御用達をしてくれるか否かを尋ねた。そしてそう言いながら、相手が覚悟懸命に返答しなかった場合には、自分が何をしようとしていたか、その心中で考えていたことをも明らかにした。ユダヤ商人は義狂心を起こしてサラディンの要求する莫大な額に応用に応じた。サラディンも後にその全額を返済したばかりか、多くの贈り物を与えた。そしてメルキゼデックを引き立てて、宮中では自分の身近の名誉ある地位に座らせ、以後友人として常に大切に遇したということである。まあ、こういう話なんですね。で、そろそろ時間になってまいりましたが、実はこの話を読んでいた人に森鴎外がございます。その森鴎外はね、先ほどちょっと申しましたが、18世紀に寛容と理想が広がった時に、ヘッシングが賢者ナータンでファイゼという芝居を作りました。で、メルキゼデックの名前をナータンに改めた。ナータンの方が発音しやすいですしね。だから牧歌帳のデカベの中にはナータンという賢人も本当に出てくるんです。それで森鴎外はドイツ語訳でデカベロンも持っておりまして、で、これを第1日の第3話ですから、森鴎外全部読んだわけじゃありませんが、そこまで来て、あ、これがレッシングの賢者ナータンなんだ。で、森鴎外は賢者ナータンの芝居をミュンヘンで見ております。で、やっぱり素晴らしいと感心しました。
でそのレッシングのこういう寛容の美徳を説いた演劇がドイツで上演されていた間はドイツも良かったわけですね。やっぱし1930年代になってナチスが出てくると、そういうレッシングのこんな芝居は上演されなくなってしまうわけで、ね、でそういうことをもう少し日本の独文学者調べたらいいんじゃないかと私は思ってますが、日本の独文学者って要するにドイツを褒めればいいと思ってる人たちだけですから、岩内文庫にあるケンジャ・ナータンの翻訳者、篠田さんってドイツ語非常によくできない方ですけど、レッシングは素晴らしい素晴らしいって書いてありますが、レッシングのケンジャ・ナータンを読んでも中に出てくる人間はユダヤ人とかイスラム教徒とかクリスチャンとか名前は分けてありますが、感情は全て西ヨーロッパ人の感情なんですね。実際問題としてこれだけこの宗教対立のある人たちが平和共存できるかっていうのは非常に難しい問題だろうと思います。でね、森鴎外はね、ケンジャ・ナータンとかレッシングあるいはボッカチュー読んでどういう感想を抱いたかっていうと、明治の頃には日本はキリスト教国にならないと永遠に近代化できないとか、ね、大塚久夫なんていう人はそういうことを言って、私は今要塞の系譜って本を書きましたけど、要魂要塞にならなきゃダメだっていうことをおっしゃっててね。でそういうのは結構日本敗戦後の日本で受けて、それから西洋のミッショナリーの子供から日本学者になった人たちもそういうの割り方を支持したんですが、私はそんなことは大体できるはずはないと思うから、和魂要塞で、だけど和魂要塞ってのは強がりになるってこともありますし、問題は問題なんですが、で、した森鴎外のその賢者ナータン読んだ時の書き込みもね、まあこれでいいんだ、だから我々も仏教徒のままでいていいんだなんていう、そういう感想がちょっと漢語でもって書いてございます。鴎外全集にもそこの書き入れは入ってたかな、そんなことでございます。それでこの寛容という主張なんですが、先ほど申しましたように寛容という思想はキリスト教内部から生まれてきたわけではないんです。あまりにもプロテスタントカトリックが喧嘩をしたもんだから血統を流したから、それで出てきたんですね。トレランスっていう言葉、寛容ですが、ドイツ語でトレランスって言いますが、フランスにはね、女郎屋っていうのは第二次世界大戦が終わった後までありました。1946年まで。で、その女郎屋のことなんて言ったかっていうと、メゾンでトレランスって言います。多めに見てやるってね。で、女郎屋があった方が、性病が広がらなくていいとかね。で、私面白いのはね、非常に世の中性解放されてしまって、フランスだって昔はコンドームなんて売ってなかった国なんですけど、それはどんどん変わってしまったですね。で性解放されて、それでそれに反対して猛烈なストライキやってデモしたの誰だと思います？それはプロスティチュートさんですよ。私たちこれで失業しちゃうじゃないかって、みんなそう フリーセックスになっちゃったらね、真面目にやそうです。なんか笑い事のように聞こえますけど、真面目にやったんですね。それからね、世の中っていろいろ妙な考え方する人がいて、ついにシャンゼリゼにも日本のプロスチュートが現れた。日本のプレゼンスがパリまで、ね、国威専用、これも国威っても変なもんですね。だけど世の中にはそういう考え方をする人もいる。で、そうしますと、じゃあ西洋史で非常に褒められてるプロテスタントが褒めているマルティン・ルーターは一体ユダヤ人について何と言ってるかですね。それがね、真ん中のページの一番違いなんです。それは恐ろしいと言ってるんですよ。読みましょうか、ね、第一に、彼らユダヤ人の街道や学校に火をつけよう。
第二に彼らの家々も同じく打ち倒し打ち壊せ。第三に全ての彼らの書物やタルムードを取り上げよ。あのタルムードっていうのはユダヤ教の経典ですね。第四に彼らのラビたちが教えを続けることを体と魂にかけて禁じ、公に神に賛美を捧げ祈り教えることを資材を持って禁じよ。さらに彼らが神の皆を我々の耳元で口にすることを禁じよ。第五にユダヤ人を守ることなどせず、決して町にも入れるな。第六にユダヤ人には利息を禁じ、彼らの現金、宝石、金銀をすべて取り上げよ。第七に若い頑健なユダヤ人の男女の手に体を斧、隙を持たせよ。そして額に汗して自分のパンを手に入れさせよ。これがマルティン・ルーターの言葉かと目を疑われますが、実はヨハネ伝第8章44節にはユダヤ人について何て書いてあるかって言いますと、あの皆さん聖書を見ていただければお分かりになるんですが、何じらは己が父悪魔より出て己が父の欲を行うことを望む、彼は初めより人殺しなり、と書いてあるんですね。ルターは新約聖書のこの言葉を自義通りに真実と信じてドイツ語に訳したわけであります。ルターが彼らの街道や学校に火をつけようとユダヤ人と彼らの偽りについてに書いたのは、実はルターが聖書の言葉に自義通りに忠実だったからなのではないでしょうか。それを書いた1543年はポルトガル人が初めて種子島に渡来した年で、日本でもキリスト教宣教が始まろうとしていました。しかし当時の西洋の熱烈な宗教改革者の間ではこのような発言が平然となされていたわけであります。でそうしたこと皆さんほとんどご存じないだろうと思いますね。西洋の人もあまり知ってないんじゃないかと思います。ヨハネス23世などは知ってましたけどね。で、ドイツのプロテスタントは何代にわたってこの言葉を唱えてきたわけで、イヤザイトフォンデムファーターデムトイフェルデイスタアイメルダーフォンアンファング、ね、で、ナチスドイツの機関紙はシュトゥルマーと言いまして突撃者って言うんですが、その編集者はユリウス・シュトライヒャーと言いました。1946年、自分の手で殺人はしてませんが、ニュルンベルク法廷でそのナチスの機関紙の編集者であったっていうので、公主刑になりました。その時にね、彼が自己弁護のために引用したのがこのルターの言葉であります。何もヒトラーの時代になってホロコーストが急に起こったんではなくて、昔からアンチセミティズムってのはドイツに潜在してたわけですね。だけどそう言ってしまうとキリスト者としては具合が悪いから、ホロコーストはあたかもヒトラーの一味が起こしたように、そういう解釈を戦後してきたのではないでしょうか。でそれに対して自己批判を行おうとしたのはジョバンニ23世、ヨハネス23世で、ヨハネス23世の最後の後悔の祈りというのは本当に悪いことをしたということは書いてあります。だけどそのヨハネス23世の、この方はキリスト教でもプロテスタントとカトリックを一緒にしようとしてそういう運動を起こしてね、それで日本でもですから聖書をカトリックとプロテスタントと一緒にしようとして、どこの国でも宗教者って自分の立場は正しいと思いますから、キリストの呼び方もフランス語でもカトリックはジェジュクリって言いますけど、プロテスタントの側はジェジュクリストって言うんですね。日本でプロテスタントの側はイエスと言って、カトリックの側がイエズスと言って、それでロシア正教のそれがイースっていうふうにみんな言い方変えるんです。でですから共同訳を作るときにイエズスでもイエスでもないイエススにしたんですね。
だけどイエスじゃやっぱり嫌だっていう人が出てきて、それで結局その役は消えまして、あの共同役はイエスになって、カトリックの側はあしてやられたっていう、そういう感じになってるんじゃないでしょうか。でね、そういうことはね、日本で新聞で何か知らないけど一向に報じないんですね。あの日本で創価学会のこと書くと、悪く書くと部数が落ちるとか言って心配する。で、あのやっぱしキリスト教関係者っていうのは指揮会に相当勢力強いですから、それだから批評しないのか、それからまた私がそういう批判を書いてもあんまりうんともすんとも答えも来ない、それも不思議なんですね。そう言ってるうちに8時半になりました。これ以上話すと過激的に。